はい、沖縄長寿朝食です。2020年11月25日、これだけ豪華っすね。これが、品書きですね。で、全体はこんな感じです。お部屋で食べられるルーム朝食サービスです。サラダ、ご飯、お蕎麦物、煮物、はい、お汁物のフルーツ、そしてガーン、いいっすね。おかずがこんないっぱい、長寿朝食なんで体にいいものばっかりですね。でしかも今ベランダで食べてるので景色はこんな感じです。海ですね。海が見えて、下にはこうエグザスさんのプールがあるという感じですね。そして朝食っていうところ、いやー、いいですね。朝から豪華な気分です。おかず、よいしょ、こんな感じ。はい、じゃあいただきます。だいたい一通り食べたんですけど、どれもですね、そこまでですね、味が濃いわけではなくて、まあ、野菜中心なんで、とっても体にいいって感じですね。もちろん美味しい。これちょっと辛いんですけど、ピリ辛ゴーヤンですね。ちょっと美味しかったかなっていう感じです。で、この麺は、ウコン麺らしいですね。これもさっぱりしてて、美味しいですね。沖縄って感じですね。で、ギーマミ豆腐ですね。これもうまい。で、やっぱり景色がいいっすよね。ちょっと立ってみます。こんな感じ。部屋も6階なんで、すごい見晴らしもいいですし、部屋自体もいい部屋なので、最高の時間ですね。で、これ人参のしりしり。ですね、人参しりしり、うまい。まあ普通の沖縄の家庭料理を洗練させた味にしているっていう感じかもしれないです、っていう感じなんですけどね。とっても美味しく時間をかけていただいております。はい、大体食べました。あとフルーツだけですね。結構軽いので、そこまで全然重くならないで、食べ過ぎたっていうかも、品数は多いんですけど、全然ボリュームは少ないので非常に体にいいのかなと思います。最後ね、美味しい。ごちそうさまでした。美味しかったです。